どうも、翔平 TV です。はい、本日はですね、神井所沢店さんに来ております。今回は、冬、これからね、冬になるということで、アンダーシャツをご紹介します。まあ、普通のアンダーシャツではなく、冬用のアンダーシャツというものが出たということで、紹介するんですけど、今回2つね、紹介したいと思います。はい。まず、1つ目はこちら。ミズノのグラフィックロング T シャツ、はい、裏起毛ということで、裏起毛って俺パーカーとか、そうですね、スウェットとかでしかなんかないと思ってたけど、あの生地感、アンダーシャツの裏起毛っていうのが出ております。これね、サイズがね S から XO まで、はい、確かあったと思うんですけど、はい、俺らさ、はい、アクティブームとかさ、そうですね、着てるじゃないですか、はい、あれってオールシーズンいけるんですけど、はい、若干冬は寒いんですよ。あれはちょっと薄い感じしますね、生地が。生地がサラサラしてるし、めちゃめちゃいいんですけど、はい、どうしても冬ってさ、寒い中やってさ、野球って止まってこう、なんかするじゃないですか。そうですね。寒いんですよ。はい、外野手特に寒いと思う。外野手は特に寒いです。特にね。はい、なんで、こういうね、裏起毛のロング T シャツっていうか、はい、アンダーシャツ。そう、助かりますね。いいと思うんですよ。はい。で、これ生地、これ見てもらうと、受注会限定の、そう、希少です。アンダーシャツとしても使用できるってことは、ただのロンティーなんだよな。普通で言ったらロンティーだけど、はいはい、ロンティーだけど、アンシャツとしても使えますよっていう、裏起毛で秋冬ロング T シャツっていうね、はい、秋冬でも使えますよっていうやつなんですよ。で、まあ、多分これ胴体の部分が、はい、こういうデザインに、2種類のデザインになってるんですけど、はい、僕的にやっぱこの、青、こっちの方がお好みではあります。はい、でも多分こっちもいいんだよな。そっちもいいですね、なんか、ね、で、これさ、はい、ロング T シャツなんだけど、一応アンシャツでもいけるんですよ。はい、この2つのアンダーシャツ、はい、腕の部分どうなってるんだろうって思うじゃないですか。思いますね。まあこの柄がね、腕にあるのかな。ちょっと試合では使えないかもしれない。はい、確かに。そこはしっかり考えてる、水野さん。ここの丸首の部分、これブラックです。そうです、はい、イコール腕の部分もブラックです。ブラックです。で、こちら、はい、ネイビーですね。カラーはネイビー、はい、ネイビーです、ここ、はい、ネイビー。ってことは腕の部分も同じネイビーです。ネイビーだし、なんでブラックとネイビーで使えますんで、はい、胴体の部分だけちょっとおしゃれにね、はい、はい、なってますけど、で、裏起毛で、で、腕の部分はブラックとネイビーに、はい、なってますんで、結構やっぱブラックとネイビーのチーム多いと思うんですよ。多いです。圧倒的に多いです。圧倒的に多いんで、もうこれもし、ね、見つけたら早めに買っておかないと、受注会限定なんで、もう買えない恐れがあります。はい、はい、ちょっと珍しいんで。そうですね。で、すでにもうそんな、今8個しかないです。少ないんで、もう1種類ずつ。はい、2種類か。ネイビーとグレーか、はい、で、44しかないです。おお。で、サイズも XO と O と M と L、 もう1ずつしかない。1ずつしかない。これも M、O、XO で L でもう1ずつしかない。はい、これはもう早もん勝ちなんで、ぜひともね、気になった方は、購入してみてください。で、しゃがんでもらって、この Z がある、Z。ああ、はいはい。Z も今度アンダーシャツ出してるんですけど、はい、これ今度ハイネックです。で、ハイネックで、スリムシルエット。多分キュッてなってるんじゃないですかね。はい。で、しかも、保湿アンダーウェア。裏起毛は熱を逃さないと。こちらまた裏起毛ですね。はい。結構ガチなアンダーシャツみたいな。おうおう。これはちょっとこう T シャツっぽい。そうですね。ロン T っぽいけど、これはマジで野球用の裏起毛のアンダーシャツ。あったかいですね。結構なんだろう。厚そう、分厚そう。はい、そうです。な感じかな。触った感じ。これもカラーがブラックとネイビー。はい、2種類ずつありますんで。はい。で、こっちちょっとまだ在庫はあります、一応。ですね、まだ。うん。在庫は一応ある方ではあります。はい。なので、お早めに、お買い求めください。そして今回、カムイさんはですね、インスタグラムを始めました。そちらね、リンク貼っておきますので、チェックよろしくお願いします。そして、オンラインショップも、やってますので、チェックお願いします。というわけで、本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。めちゃめちゃいいよ。チャンネル登録者1万人達成記念デサント公式内野手用をプレゼント。当選発表は10月31日となります。それまでに熱いコメントをぜひともよろしくお願いします。11月12月もプレゼントあるから、皆さん見てください。販売走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきます。
きますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。